ジャンマリア・ブルーにはイタリア出身のレーシングドライバー。相性は地味。1991年にカートからレースキャリアを始める。1995年にはヨーロッパカート選手権でシリーズ3位。1997年からイタリアンフォーミュラルのキャンパスに出場し、翌年にはシリーズ1位を獲得。1999年には ユーロカップフォーミュラルノーに参戦し、1年目にしてシリーズ1位を獲得。2000年からはイギリス F3 にステップアップし、シリーズ5位。2001年は1勝を挙げ、シリーズ4位に入った。またこの年の秋には国際 F3000 の合同テストに参加し、トップタイムを叩き出している。2002年からはユーロ3000選手権に出場。2003年には中盤から ミナルディのテストドライバーを務めるために欠場を余儀なくされるも最終的にシリーズ3位に入った。2004年、ブルーには前年テストドライバーを務めていたミナルディから F1 デビューを飾る。しかし、同僚のゾルト・バウムガルトナーに対して予選では11勝7敗と勝ち越したものの、決勝ではバウムガルトナーが非力なマシンで入賞1回を含む3度のトップ10フィニッシュを果たす。 一方で、ブルーには最高位14位が3回の入賞ゼロと、振るわず、チームもドライバー体制を刷新したため、わずか1年で F1 から去ることとなる。2005年は GP2 にステップダウン。当初はコローニから参戦し、序盤に1勝を挙げたものの、シーズンが進むにつれて低迷。シーズン終盤には、デュランゴに移籍したものの、流れを取り戻せず、シリーズ10位に終わる。 2006年は、この年から GP に参戦のトライデントレーシングに移籍、2勝を挙げ、シリーズ7位に入る。2007年からフェラーリと契約を交わし、FIAGT 選手権、ルマンシリーズ、アメリカンルマンシリーズ等、耐久レースを中心に参戦。2008年には、FIAGT 選手権で GT2 クラスチャンピオンを獲得。 FIA 世界耐久選手権にも LMGTE プロクラスからフェラーリ a F コルセで参戦していた。WEC では2012年から3シーズンに渡ってジャンカルロフィジケラ、トニバイランダーと共にクラスチャンピオンを獲得している。他、ルマン24時間レースでも過去3度のクラス優勝を飾っている。2017年からポルセに移籍し、 ユナイテッドスポーツカー選手権に同年代5戦からポルシェ GT チームで出走。WEC には移籍時の制約もあって2017年シーズンの出走はなかったものの WSCC の序盤2戦に出走後2018から19シーズンからポルシェ GT チームより参戦しているの2018年シーズンの第2戦にも出走。イギリスフォーミュラ3選手権。 ユーロ3000選手権、F1 世界選手権、GP2 シリーズ FIAGT 選手権スパ、フランコルシャン24時間レースルマンシリーズ、ヨーロピアン、ルマンシリーズアメリカンルマンシリーズインターコンチネンタル、ルマンカップ FIA 世界耐久選手権ユナイテッド、スポーツカー選手権、ルマン24時間レースレートナ24時間レース、セブリング12時間レース。ありがとうございます。